どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうやです。じゃあ前回の続きからやっていきます。今日はどうしようかな。どこに行っても別にいいんだけど、なんかとりあえず前回一つのブロック、一つの隠しブロックみたいなやつをゲットしたんですよ。透明になれるブロックを手に入れて、で残りが多分2つあるらしいんですけど、それをゲットしに行けたらいいかなって思ってます。ただどこにあるのかが全然わかんないから、ちょっと探さないとな。ここ前回行ったな。ここ行ったな。なんだっけここ。ドッシーか。うん、ドッシーだね。まあ、とりあえずここ行こうか。操作リフトの赤コイン。赤コインか。おー、びっくりした。これ前回もびっくりした。操作リフト、右かな？前回左行ったけど、今回、うおあ、めっちゃ出てくるじゃん。無限巻き？気持ち悪い。で、あ、びっくりした、危ねえ。で、看板が。作業リフト上、ここから降りる人は左の棒に捕まって気をつけて降りること。はい。ゆっくり降りて、ゆっくり降りて、これはリフト踏んだ矢印の方に進み続けます。降りると元の場所に戻ります。わからない。あ、これか。あ、赤コインあった。ただ今、あー、びっくりした。ただ今はちょっと、でも目玉倒した方がいいのかな、わかんないな。とりあえずね、赤コインを集めるみたいで、どこだ、この箱の中には入ってないかな。あいしゃーい。ちょっとあのブロック壊してみようか。壊せるかわかんないけど、あ、出てきた。なるほど、こいつもいいね。いいよ。危ない。ちょっとバグってる。こっちのコインを回収しよう。それで、回復して。どこに行けばいいんだ？あ、わかった。わかった気がするぞ。あれだね。棒が2つある。で、奥のやつがあの降りてきたやつで、手前のやつが上に登ってやれるよ。あ、ちょっと待って。やっぱそうだな。ここから上に登る感じか。そう。で、ここにもリフトがある。あるよね。これ？で、怖っ。で、あとコインが4つだから、これ違った。これで1つ目。
で、あれが二つ目でしょ？うわ、これ地味に怖いなぁ。ここはジャンプだね。あ、でもなんか楽しいな。あ、二つある。コウモリ来るやん。ちょっと。この二つでもう、クリアだから。やったー。ちょっと苦戦した。はい、じゃあ、今日一つ目のスター、ゲットです。もう一回行きまーす。メタルでダッシュ。これ、すごい。新しい技を覚えたよ。すごくないこれ。走りながら、しゃがんでジャンプ。こうか。で、メタルでダッシュ。メタルでダッシュって何？ノータイ。な、こっちかな。これはリフト。あ、これ前回行ってなかったところだ。ただ何にもないな。ここで多分ね、前回手に入れた透明の、うーわ、やばい、これ降りるかな。で、ここがドッシーでしょ？ドッシーは関係ないから、多分。え？このスイッチ、押してみよっか。水が抜けるとか。押せないな。ダメだな、水が邪魔だな。あ、メタルの洞窟、右。おとなしい海流ドッシュが住んでます。背中でヒップドロップをすると頭を下げます。餌にならないでください。あ、で、右だから、ヒップドロップしたら頭を下げる。これで頭に乗る。そう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 。いい子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 。ここがメタルの洞窟でしょ？で？ん？また入るの？ほう。おお！メタルマリオだ。メタルのスイッチの構成へようこそ。緑のスイッチを踏めば、緑ブロックが実体になる。あ、メタルの帽子でメタルになれば水の中でも歩けてしまう。じゃあさっきの水の中のスイッチを押せるようになるね。まずはお試しください。え、すごい。当たるだけで相手が倒れる。すごい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 。これじゃないんだよな。これは別に関係ない。あ、違う。ちょっと待って、やばいやばい。時間がやばい。やばいやばいやばい。ちょっと。マジか。これ緑、違う、メタルの状態じゃないと、ダメなんじゃないか？この水がさ、勢いがやばいから。あ、でもいけるか。慎重にいけばいけそう。あれを踏みますと。やった、これで2つ目の隠しブロックだ。やったー。じゃあついでに赤コインも回収していきましょうか。3つ、4つ、5つ、
6で78と、やったー、隠しブロックとコインがゲット、コインじゃねえ、スターゲットできた。よし、2つ目ゲット。もうこのステージはとりあえずいっかな。あんまりね、同じところをやりすぎるとね、そのステージは、ね、嫌いになる。本当に。っていうことで、どうしようかな。こっちだと、ん？わ、すごい、もうそんなにスターを持ってるんですね。もうすぐ僕らのことも助け出してくれる。お前死んでるんだ。クッパたちは必死です。気をつけてください。コインを取ると力が回復します。はい。高いところは、うん、知ってる。だからお前透けてんのか。なるほどね。死んでんだね。じゃあとりあえずこっち。いや、でもなぁ。違う気がするなぁ。でもコース7なんだ。砂漠が8でこっちが7なんだね。落とせ、ボスドンケツ。うわぁ。いやだ。体当たりされたら体当たりで返して、炎の海に突き落とす1対1のデスマッチだ。誰？ここは灼熱のファイアバブルランド。体に火がついても落ちないように慌てず操作しよう。炎の池に落ちると跳ね上がる。操作はできるので落ち着いてあまり動き回らないで頑張れ。即死ではないんだ。周りをくるくる回ると目を回すやつがいます。あいつのことね。うん。いやー、ほんと嫌。ほんとに嫌。キラキラ光った甲羅に乗ると、おう、ここもあるんだね。ここは、はい。はい。何お前。は？こいつ落とす？やばい。押し負ける。やばい。押し負ける。殴れ。やった。めっちゃ強いやん。雑魚でもめっちゃ強いやん。で、こいつを、目を回してあげると。ん？ちっちゃくなってないよ。これで。よし。それだけか。いや！ほう！これはやばい。こっちはコインだけか。あ！これやばいじゃん。え？揃えればいいの？それだけ？うわ、二人いる。あ！無理。てか何すればいいんだっけ？落とせ、ボスドンケツ。あいつらのボスがいるってことか。押してくるやつの。いたわ。こいつ倒せばいいんでしょ。余裕じゃない？ジャンプキックで余裕。ただ、ちょっと怖い。あ、もういける。落としたよ。やったー、簡単だった、よかったー。危ない。はい。じゃあもう一回ここ行こっか。行きたくね。戦え、ドンケツ隊。ドンケツ隊？ドンケツ隊って何？漢字をつけてほしいね。こっちから行っていいかな。あばい！ここ、すごいな。ゆい！なんか火山噴火してない？大丈夫？てか緑の甲羅どこあるんだろう？乗りたいな。どこに行けばいいんだ？あ、飛べるやつがいる。ただ、あいちゃい。ただこいつを使ってどこに行くんだ？
うん。ちょっと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 そこじゃないじゃん。え？どうすればいい？ちょっと3体はきつい、3体はきつい。いや、ここじゃないな、ここじゃない。ここじゃなかったです、ごめんなさい。ドンケツ体、ドンケツ体、ドンケツ体の意味がちょっとやばい。ドンケツ体の意味がわからない。漢字ください。ドンケツ体？ドンケツ体って感じ？え、じゃあこいつら全部倒す？そんな、鬼畜なことある？結構辛いよ。いやいやいや。二人でも辛い。あ、ちゃっちゃい。いや、これ無理だな。無理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 。一人と戦ってたらもう一人が来るんだもん。あ、無理。ほら、そういうことする。もう嫌。嫌。ちょっと。もう。ちょっとこっちに行ってみよう。こっち？こっちじゃない？痛い。痛い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 。まずいまずい。で、この、丸太は、そうよね、そう来るよね。うん。だと思った。だと思って、ただ、一回落ちたらやばい。慎重慎重。いいよ。そう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 。あ、ちょっと違うな。ちょっと違うんだ。そう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 。でもこっちで合ってんの？凍結体？なんかまた、スターすっ飛ばしそうな気がするな。こっちは。まあ、それはそれでいい。よし、来た。オッケー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 。慎重。いいよ。やった。危ねえ。で、スターあった。絶対凍結体じゃないじゃん。コロコロ丸渡り、丸太渡りちゃった。キャッチ噛みすぎまたここはちょっとやだからやだから砂漠のところ行こう。砂漠でちょっと和ませてください。4つの柱に立つ者へ。とりあえず4つの柱全部に立てばいいのかな。立つだけでいいのかな。わからん。とりあえずこの台風を使って一つ目乗りました。やばい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 。危ない。でもう一回台風。あれ、台風が出ない。出た。これであっち側乗れるかな。いや、いけるか。じゃあ、ほい。これでいけるじゃん。で、これで立ったって見なされんのかな。コイン取ってあげて、一応コインを取ってあげて、見なしてあげて、で、あとこっちのやつも立ってコイン取ってあげて、こんなんでいけんのか。お、いけた音がした。いけた音がしたけど、スターどこ。ちょっとこの状態危ないからさ、この状態でどっかぶつかったら死ぬからさ。スターどこ。ねえ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 、
おい。スターなくない？スターの音したよね。スターの音はしてないけど、そんな感じの音したよね。どこ？は？やばい、これやばい。はい、それで攻略を見てきて、ここ危ない。攻略を見てきて、自分がやってたことは正解だったんですよ。この柱に乗るっていうことで、別にコインとかは関係なくって多分。で、このピラミッドの頂上が壊れるんですよ。で、嘘。登れる？で、頂上から中に入れるようになってるようになってて。危ねえ。これいけるか？怖え。あ、やばい。怖いな。これで行こう。いけない。ちょっとやばい。は、マジ？ちょっと待って。マジ。ちょ。耐えて。終わりました。入りました。で、なんかいるんよ。ボスみたいなやつがいるんよ。もう動画で見ちゃったからさ、 YouTube で攻略見ちゃったから、どんなやつが出てくるか知ってるんだけどさ。あれ？こっちか。お？おお！出た、こいつ。このじゃじゃじゃーん。どうだ、驚いたか。ムームならばもっと驚かせてやる。行くぞ、かかってこい。こいつ見たことあるけど、倒し方がわかんない。危ね。目玉攻撃か。いよいよい。こいつ。で、いや、ちょっと怖い。これ落ちたら死ぬっしょ？だから、今これ。もう目閉じんな。今。目閉じたらダメなんだな。うわ、めっちゃ閉じるじゃん。この時できた。今目閉じてたけど刻むね。うーい、よしよしよし、今のは聞いた。あと一体、はい、で叩きます。叩けなかった。こいつ、よし。でこいつをやります。次左手、右手か。で左手やって、これ食らってんのかわかんないな。で多分次こっちっしょ。オッケー、倒したんじゃない？やった。で、おい、倒した。やった。意外と簡単だったね。やった、25個目。目標の5個ゲットできました。はい、なんだかんだ1時間かかったな。くそはい、じゃあ今日はこんな感じで終わらせていただきます。はい、ご視聴いただきありがとうございました。じゃあまた次回のやつも見てください。はい、じゃあね、バイバーイ。